83.7MHz FM 戸塚をお聞きの皆様、ハグザライフ命を抱きしめようの時間です。7月29日火曜日、今日も3回の放送をお届けしていきます。パーソナリティ、身長166センチ、札幌出身、その後東京品川に住み、それから溝の口、綱島、そしてこの戸塚に参りました、愛浦弥生。今日もお届けしていきますね。朝は9時からの放送、おはようございます。お昼は2時からの放送、デイサービスなどで皆様お誘い合わせの上聞いていただけると嬉しいなと思いながらお届けしていきます。2時からの放送、こんにちは。そして夜8時からの放送、今日も一日暑かったですよね。皆さんで暑かったね、少し涼しくなったかしらなどという話をしながら、8時の放送をお聞きの皆様、こんばんは。ハグザライフ命を抱きしめよう、この番組は介護と医療の問題を中心に据え、年をとっても安心して住めるまちづくりを目指してお届けする情報番組です。さあ7月29日、もう水曜日、明日木曜日、明後日、そしていよいよ8月になるわけですが、夏休みも始まってね、子どもたちが FM 戸塚の本社スタジオ前、モレラパークで朝ラジオ体操をしています。もちろんさまざまな地域の方たちが集まってきて、浜ちゃん体操を広め隊の皆様のご協力によりラジオ体操を行っています。私も先週22日の火曜日、番組でもお約束したようにね、朝6時半にモレラパークに来て、皆さんと共にラジオ体操第1、第2、そして浜ちゃん体操一緒にやってきました。スタンプカードにスタンプを押してもらって、桜トットちゃんなんですよ、 FM 戸塚のキャラクターなんですが、この判をポーンとね押してもらって戻ってまいりました。丸山さんとお会いできました、ありがとうございます。丸山さんはこの近くにお住まいでね、 FM 戸塚にいつもこうお手紙を届けてくださったり、ご自身の書かれた書道の作品を見せてくださったり、丸山さんお元気そうでとっても嬉しかったです。お久しぶりでした。またこの後もね、リクエストくださるということでね、ラジオ体操の行くついでにスタジオに顔を出してスタッフさんにお渡ししますねと話しくださいました、ありがとうございます。そしてりんなちゃんにも会いましたね、お母さんとともにラジオ体操をしていました。どうぞこのラジオ体操、皆様も朝の散歩のついでにラジオ体操を一緒にしていかれるのはいかがでしょうか。モレラパークはたくさんの方たちが出勤前に、通学前に、そしてお出かけ前に通る場所ですが、その場所でラジオ体操をしているとね、あー懐かしいな、昔々の自分の子供時代のあの田舎での公園でのラジオ体操、そんな風に思い出されるのではないでしょうか。さあそして風鈴の音、先週もお届けしてね、よかったねと好評だったものですからね、涼しくなる風鈴の音、この後風鈴の音この後お届けしていきますね。花火大会も賑やかです。
風鈴の音いかがだったでしょうか。この風鈴は実はプチラパンさん、パン屋さんなんですがね、戸塚駅東口にありますプチラパンさんのお店の前に吊るされていた風鈴の音を青木店長にご了解いただいて撮らせていただいたものです。実は昨年の風鈴の音なんですね、ですから外の風鈴でしたので車の音も一緒にね聞こえたかと思います。さあ今年も風鈴の音を拾いにね、また録音機を持って行こうかなと思っているあゆらやよいです。この後今日の1曲目は夏の風物詩花火、スタイル3の花雷、花の雷と書くこの花雷、実は花火にその言われがあるそうなんですが、お届けしていこうと思っています。さらに今日の楽曲は山の歌をぜひということでね、富士山の登頂まで私が登ったのも8月のことでした。山開きをした富士山登ったことのある方、ぜひともねメール、ファックスでハグザライフ命を抱きしめようにその時の様子などを教えてくださいね。私の登った富士山山頂とそして9合目でご来光を見ました。その時の音はやはり私はラジオの人間だなと思いましたが、雨の日の登頂だったんですけれどもね、ビニールにぐるぐる巻きにして録音機を持って富士山の山頂の様子、そして苦しい空気の少なくなったその時の私の声などね拾っておこうと思って持っていったものです。その音を聞いていただくこともできますのでね、これを聞くとあの時の苦しかった9合目が思い出されます。写真も素敵だけれども音として撮っておくことはその思い出にボーンと浸ることができる、そんな気もしています。さあ今日のオープニングも長くなりましたけれども、ぜひとも皆様からのこの夏の音、それから山登りの感想、花火大会行かれた方のそのお話、ラジオ体操のことなど夏の風物詩さまざまなテーマでメッセージお手紙お寄せくださいね。お待ちしています。後ほど FM 戸塚の住所、ファックス番号、メールアドレスなどお伝えします。メモのご用意をお願いいたします。ザ・ハグザライフ命を抱きしめよう、今日もお届けしていきます。この番組を支えてくださるスポンサーの皆様です。何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分、オーダーメイドの家探し、ハウスポート湘南、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、地域に密着した医療福祉を心がけ訪問歯科診療を提案する石川歯科医院、以上4社の提供でお送りします。7月29日火曜日、ハグザライフ命を抱きしめようスタートです。さあ夏はね、地域の盆踊りもありますよね。皆さんの地元での盆踊りのことなどもぜひとも教えてください。私たち FM 戸塚もスタッフ、
そしてパーソナリティみんなで分担しまして、地元のお祭り盆踊りの様子取材させていただきます。私の担当は前田町秋葉町ということです。どうぞよろしくお願いいたしますね。それでは今日の1曲目、今もお届けしましたけれども、花火、花雷をお届けします。スタイル3という若者の3人組、コントラバス、あのコントラバスをくるくる回しながら演奏します。バイオリン、アクロバットでブリッジをしながらバイオリンを演奏します。そしてキーボードと、この3人組のスタイル3、戸塚の路上などでもねよくライブをしているので、皆様もご覧になった方、お聞きになった方がいらっしゃるかもしれません。そのスタイル3のアルバム家康の中から1曲目、花雷、花雷とは読まずに、これは花雷というふうに読むということで、花火の用語だそうです。運動会など今日無事にありますよという時に、どんどんどんと朝9時ごろに花火が鳴りますが、あの雷のような音だけのもの、それにさらに花というこの漢字に象徴されるように、光、花火も一緒に上がるというこの花火の形状が花雷というものなんだそうです。それではスタイル3花雷お届けします。スタイル3花雷お届けしました。ランランランそれでは今日のメインコーナー、今日は認知症について、そしてその予防策です。それではご紹介します。株式会社インテリジェンスコンサルティングの代表で、ソニー生命プロフェッショナルエージェントの志村直孝さん。志村さんはファイナンシャルプランナーや日本医療コーディネーター協会ALCP の資格もお持ちです。はい、ファイナンシャルプランナーの志村直孝と申します。介護が必要となった主な原因を男女別に見てみますと、男性の場合には、脳血管疾患、いわゆる脳卒中、脳卒中というのは脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、この3つを総して脳血管疾患と言いますが、これが原因で介護が必要となる方が一番多く、約 33%、 続いて認知症が原因で介護認定を受ける方が約 11% となっております。女性の場合には認知症を原因として介護認定を受ける方の比率が最も高く、約 17.5%、 続いて脳卒中が約 16% という形になっております。なので認知症と脳血管疾患、この2つの病気を予防することで介護を受けずにお元気で長生きすることができますので、この2つの予防がとても大切になってきます。という観点から、本日はこのまず認知症の予防する方法についてお話をしていきたいと思います。認知症はご存知のように種類がとても多く、約70種類ぐらいありますが、その中でも半数を占めているのが、皆さんも気になられたことのあるアルツハイマー型の認知症が全体の約半数を占めております。このアルツハイマー型になりやすいと言われている人に統計的に特徴があります。どういう方が多いかと言いますと、血圧の高い方、脂質異常症の方、糖尿病の方などの生活習慣病が危険因子となります。特に糖尿病などがあるとアルツハイマーになる確率が2倍になります。そして、ご高齢になれば当然そのリスクは高くなってきます。認知症アルツハイマー型は男性よりも特に女性の方がリスクが高いです。
それから普段頭を使わない人、高学歴の人は発症しにくいが一旦発症すると進行が早いと言われています。毎日1時間以上昼寝をする人、食事で肉が好きで特に緑黄色野菜、ブロッコリーや人参などの緑黄色野菜や魚の嫌いな人はなりやすいと言われています。お酒に弱い遺伝子の人は強い人の 1.6 倍程度なりやすいと言われています。喫煙はアルツハイマーになる危険度を2倍に上げます。運動を全くしない人、アルミニウムの恒常的な摂取になるようなことも避けた方が良いと言われています。女性の場合、肥満も危険因子に含まれます。高脂肪食を過剰に食べる方、食事の量が少ない方、水分の摂取が少ない方、ストレスのある方、物事を悲観的に考えたり、うつ傾向の人は将来認知症になる可能性が 1.3 倍程度高くなっています。女性ホルモンであるエストロゲンを長期に服用している方、社交性に欠ける方、以上のような項目に当てはまりがあるとアルツハイマーになるリスクを引き上げております。それではアルツハイマー病の発症を予防する具体策としてはどういう方法があるかを何点か挙げていきたいと思います。まず1つ目、普段から頭を使う習慣を持つ。1日30分程度の有酸素運動を行う。青魚、緑黄色野菜、果物中心の食生活を行う。腹8分目。笑いのある生活を過ごす。趣味のある生活を送る。1日30分以内の昼寝をする。生活習慣病にならない。以上のようなことを気をつけながら日々の生活を送っていただくことで発症の予防につながっていくと考えられます。今日のメインコーナー、認知症について、そしてその予防について、ファイナンシャルプランナーの志村さんにお話を伺いました。この続き、脳血管障害について、そしてその初期対応、また8月に入りましてお届けしていきます。さあ、それではもう一曲お届けしていきます。 S さんからのリクエストは山の歌をかけてくださいということでした。谷川幸太のリクエストもいただきましたが、この楽曲まだ探し出すこと、そしてここで番組の中でお届けすることが今は難しいところです。引き続き探し続けます。今日は S さんのリクエスト、山の歌特集ということでね、穂高の歌をお届けしていこうと思います。まずは穂高よさらば、セリー陽子でお届けしていきます。セリー陽子、穂高よさらばお届けしました。このさまざまな、この、まあ、岩の名前ですとか地名が出てきますね。この辺もまた紐解いてみようと思います。帰り見すればというのは素敵なフレーズだなと思いました。ジャンダルムとは何だろうと、屏風岩、
などとね、難しい、ね、名称が出てきますが、山のこと詳しい皆様ぜひとも教えてくださいね。この穂高連峰、長野県松本市に位置しています。前穂高、奥穂高、北穂高、西穂高などがあるそうで、前穂高は3090メートル、この後前穂高絶唱というこの、ね、楽曲もお届けしていこうと思っています。それではここからは連続エッセイのコーナーです。今日はいつもお届けしている「ツーさんルンは隣にいますよ」という看護エッセイ、諸星ルミ子さんが書き綴ってくださっているもの、そしてマリコさんがやってきた、金子涼子さん、マリコさんのお嬢さんである金子涼子さんが、お母さん業界新聞三浦半島版に連載している介護エッセイ、この2本立てで白座ライフ命を抱きしめようお届けしてきました。今はこう定着いたしましてね、毎月月の前半第1、第2火曜日には、通算ルンは隣にいますよ、くも膜下出血で亡くなられたつとむさんの看護のことを書き綴ったこのエッセイをお届けしています。そして月の後半には、新しく三浦半島版に連載されていますものをお送りいただきまして、第3、第4火曜日に介護エッセイ、マリコさんがやってきた、マリコさんのその生活ぶりをね、お嬢さんが書かれたものをお届けしていっています。ということで今日は7月29日、久しぶりの第5火曜日ということになります。この第5火曜日、新しく今日からお母さん業界新聞メール版をお届けしていこうと思います。まあ、第5土曜日がある月が限られていますが、その第5火曜日、私今土曜日って言ったかもしれませんねあ、物忘れが物忘れがとね、こんな風になります。そうなんです、この頃はリンスをしたこと、コンディショナーをね、髪を洗ったとしたこと、あれって忘れてしまうことがあって、老化が進んできている、物忘れがと思うようになりました。いや、もちろんですね、考え事しながらいろんなことこう思いながらシャンプーしているものですから、シャンプーが終わってリンス、コンディショナーのあのボトルから、コンディショナーを出して髪につけたかを忘れてしまうわけなんですが、まあ、こうして人生を歩んでいくんだなと思います。時々番組の中でも、あれ弥生さんどうしたのって思うことがありましたら、すぐに皆様メッセージをくださいね。物忘れは老化でも、今のように自分が間違えたことや忘れてしまったことを忘れてしまっていくのが病気である認知症という、この違いも認知症サポーター養成講座で分かってきました。さあ、お母さん業界新聞メール版は第5火曜日にお届けしていくことにこれからいたします。このお母さん業界新聞メール版、お母さん業界新聞に連載されているマリコさんがやってきたなのですが、このお母さん業界新聞メール版というのは、その新聞上の形式ではなく、その名の通りにメールで配信されるものなんです。100万人のお母さんを笑顔にする100万ボリキプロジェクトの一つ、
朝8時に、8時ぴったりに携帯電話やもしくはパソコンに届くというものなんです。私もこのお母さん業界新聞メール版をね、ハウスポート湘南の佐藤社長に勧められて申し込みをしました。私はパソコンに8時になるともうやってくるこのお母さん業界新聞メール版を朝忙しい中でもね、メールチェックしながら読みながら、ある時はなるほどと思ったり、ある時は子育てのあの頃のことを思い出しながら、そうそうそう忘れていたと思ったり、キュンときたり、涙が溢れそうになったりしています。この内容はお母さん大学生による日記や、お母さん記者による MJ 記事、マザージャーナリストの略ですね、 MJ 記事の中から、これはぜひ皆さんに読んでほしいと思う情報を選んで紹介しているものなんです。新聞をゆっくり読む時間がないという方、子育ての忙しい合間にお母さんを感じたいという方などに便利です。お母さん業界新聞メール版、今日はその中から一つお届けしていきます。実はこのメール版、そしてお母さん業界新聞は、子育て中のママたちが元気になるべくの新聞なんですが、私はこのハグザライフで介護の問題を取り上げながら、子育てと介護は実はとても重なっていると思うようになりました。マリコさんがやってきたを書いている金子涼子さんも実は同じように感じていたということ、お電話で話しながら2人でそうそうと共感し合ったものです。お母さん業界新聞メール版をお届けしながら、その介護と重なるものを皆さんにも感じていただけたらなというふうに思って選んでみました。ナマガエル。4歳の長女ふーちゃんはアマガエルのことをナマガエルという。最近カエルが冬眠することを知った彼女はよくその話をしてくるのだが、ママ、ナマガエル知っと？冬の寒い時はナマガエルねんねして動かんけど生きとうと。ナマガエルはね、宇宙の光を浴びたら目が覚めるとよ。この方言もね、使いながら、書かれているメール版、とってもいいです。私のイントネーションちょっと違ったかもしれませんが、ナマガエル、ナマガエル、ナマガエル、ヒー。ナマガエルと言われるたびに、私の頭の中、何とも言えないぬるぬるぬめぬめした謎の生き物ナマガエルが現れてズワズワっとするのでありました。もうすぐ春ですね。ナマガエルが目を覚ます頃ですね。 MJ 記者中村、なんとお読みするのかな、安子さんか太子さんか、今度教えてくださいね。というね、今日のメール版お届けしました。いかがだったでしょうか。春の時期に届けられたメール版の中からね、今日はご紹介しました。4月10日のお母さん業界新聞メール版です。我が子も小さな頃スパゲッティのことをスタバッキーと言っていました。とっても面白くて可愛くて、はてさて、例えば義理のお母さん、86歳になるお母さんは何度も何度も、ちょうど昨日お母さんと会って買い物に付き合ってきたんですけれどもね、タクシーを以前
呼んだと、1040円だったという話を、まあ、何度も繰り返してするわけですが、そのうちに140円になっちゃうんですよね。140円だったって電話をかけてタクシーを呼ぶと、高いんだね、すぐ目の前の歩いて5分のところのスーパーまで、まあ、タクシーを呼んで疲れたので待っててもらって、また帰りに買い物をすぐして送ってもらったと、1040円だった、それが140円だったに最後はなっていたわけです。なんだか似てるな、4歳のふーちゃんと我が娘の幼稚園の時代の頃と、義理のお母さんのこのこと。私もそうそうキャリーパミュピャミュが言えずにね、ラジオでリクエストいただくたびに難しいなと思いながら、カタカナの難しさを感じているわけなんですけれどもね、どこか似ていませんか？皆様はどんな風にお感じになられたでしょう。今日の連続エッセイのコーナーでした。それではここからは戸塚区医師会メディカルセンターインフォメーション、菊池先生にお話を伺います。戸塚区医師会メディカルセンターの会長、菊池です。胃が痛い、昔は胃の病気といえば食道がん、胃がん、胃潤死症潰瘍、そして慢性炎。今でもそれはそれとして、最近注目されているものがあります。明け方ひどい胸やけと、時には心臓発作を疑いかねない胸の痛み、実はこれは逆流性食道炎と言われるもので、食道と胃の境目が緩くなり、胃の中にある強い酸が食道に逆流するために起こる病気です。診断は内視鏡、治療としては胃の酸を抑える薬剤で、これは非常によく効きます。食べてすぐ横になると牛になる、そう言われてきましたが、今は違います。夜遅くの暴飲暴食、そしてバタン球と寝る、そうすると食道炎になってしまいます。そしてもう一つ着目されているのがピロリ菌です。潰瘍はストレスにより起こると長く信じられてきました。しかし繰り返す潰瘍はむしろピロリ菌が原因だと最近は言われています。しかももっと恐ろしいことに、ピロリ菌は萎縮性胃炎を起こし、さらに胃がんの原因にもなりうることが分かってきました。内視鏡で胃炎、潰瘍が診断されたら、血液または吐く息でピロリ菌がいるかどうか調べてみてください。外来で簡単に検査ができ、今は抗生物質で除菌できる時代です。ひいては胃がんの予防になるのです。ただしピロリ菌は日本人の 50% に陽性と言われています。しかも圧倒的に無症状、すべての人に除菌する必要があるかどうかについては異論があるのも事実です。お便りコーナーです。今日はまずは浜のバタヤンから。久しぶりです、浜のバタヤン、こんにちは。相浦弥生様、昨日で梅雨明けが宣言されました。7月23日にファックスをいただきました、ありがとうございます。いよいよ私の嫌いな夏、サマーシーズンがやってきました。そうでしたか、バタヤンは嫌いなのですね。夏が、夏は裸になっても暑いし、汗はかくし、蚊がうようよいるし、熱中症に気をつけなければならぬで大変です。だが私は水泳は得意中の得意で、県大会の予選に出場した経験があるんですが、ビリでした、あははははと書いてありますが、もう浜のバタヤンはね、本当にもうスポーツやってらっしゃったでしょうっていう風にね、もうスタッフ一同が言っていますのでね、いつも浜のバタヤンは、CD を、リクエストの CD を届けてスタジオまで来てくださるんですがね、有名ですよ浜のバタヤン。浜のバタヤンが一体何のスポーツをしていたのかというね、話題に上っています。
そうでしたか、水泳ですね。スタッフに伝えます。しかし夏があるから真逆の冬があり、それぞれが待ち遠しいのですね。日本の四季は世界に誇れる素晴らしい自然です。サマーリクエストは何といってもハワイアンですといただきました。浜のバタヤン、ありがとうございます。今日はね、8月になってからハワイアンお届けしていこうと思っていますね。本当にいつもありがとうございます。そして小町カフェの森さんはじめ皆様からもいただきました。ありがとうございます。ハグザライフの放送をスタッフと共に対応しながら聞いていきますね。これからもよろしくお願いしますといただきました。小町カフェの皆様もね、お忙しいわけで、そしてさらに皆さんでこうシフトを組みながら小町カフェを運営していらっしゃるということでね、みんなで共有しながらこのハグザライフ命を抱きしめよう認知症サポーター養成講座をね、開講して今いただいております。その会場のお仲間としてチームハグとしてね、これからも応援してくださるという心強いメッセージをいただきました。森さんはじめ皆様ありがとうございます。生き生きヒントは諸星留美子さんからいただきましたお便り、いつもエッセイとともにお手紙も添えてくださっていますが、その中に旦那様の一周期転、いよいよ場所も決定しましたよというインフォメーションいただきました。これをお届けしていきます。相浦弥生様、ラジオ楽しみに聞いていますよ。ありがとうございます、留美子さん。通算ルンは隣にいますよのエッセイを書いてくださっている諸星留美子さんです。札幌に帰ってお母さんとの楽しい時間何よりでしたね。私も嬉しいです。まあ、番組の中でその報告、札幌の報告をしておりましたものを聞いてくださっている留美子さん、それをさらにこのように書いてくださって嬉しいです。主人の一周忌、鎌倉駅より歩いて10分、妙本寺でいいんでしょうかね。女編に少ないの、この文字に、本、ブックの本に寺と書きます。妙本寺の山門をくぐった左にあるかやギャラリー、この読み方でいいですか、留美子さん。 KAYA かやギャラリーにて10月18日、19日、20日、21日、4日間開催します。ゾウさんのね、写真がこのお手紙に添えられています。このゾウさんは亡くなってすぐに着せた寝巻きとワイシャツとスラックスでできています。ルミ子さんはこうやってね、思い出の品々をチクチクと縫って素晴らしい作品、心の作品を作られる方なんですよ。永遠の眠りについた様子出ているでしょうか。このゾウさん眠っているんです。枕を抱いて優しい寝顔です。帽子もかぶってますパジャマの帽子、眠る時の帽子もかぶっていますよ。こんな作品いっぱい並べ、みんなが形変わった主人に会いに来てくれたらきっと喜んでくれると思います。サクラスの裏にある修山庵の奥様のお洋服を実はお仕立ていたしました。まあそうでしたか、留美子さん。弥生さんの話も出てつながりました。嬉しいな。いつも優しい気持ちで素晴らしい女性ですね、修山の奥様。本当にそうです。私も大ファンです。では次のエッセイよろしくお願いいたします。諸星留美子、エッセイとともにこのお手紙も届けてくださいました。ゾウさんのぬいぐるみさんです。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。山の歌特集また続けていこうと思っていますので、皆様からもリクエストお願いいたします。この番組ハグザライフ命を抱きしめようは、何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分、オーダーメイドの家探し、ハウスポート湘南、不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ、人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画、地域に密着した医療福祉を心がけ訪問歯科診療を提案する石川歯科医院、以上4社の提供でお送りしました。それでは来週はもう8月ですね。お元気で。お相手は相浦弥生でした。さようなら。